はいじゃあよろしくお願いします。えー、今回は、数ーの積分と体積丸3放物線と直線編をお送りしますで。今回ポイントなしで問題2もありますので、まず一回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいから。では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、参りましょう。 とということで、まあ、前回前々回と、まあ、体積のね基本編と、えー、断面積編やってきたんですがで今回はタイトルにもあるように放物線と直線が出てきます。でざっくり言うと、まあ、前回の動画でも最後にも触れましたけどえ関数が2つあってその2つののの関数に囲ままれたものを回しますでその体積を求めるっていう感じ。でまずね1番放物線と直線があるのでこいつがどういう状況かっていうのを、まあ、図示していきましょうまずね。 でこいつ、えー、と平方完成して、えー、頂点分かった方がいいのでマイナス出して、えー、マイナス2分の3にして、えー、2乗でプラス4分の9か。まあ、これ平方完成しただけね。ってことは頂点2分の34分の9で、えー、と上にとつこういう関数になります。なのでちょっと書いておきましょう。えー、っとまあ第一証言メインでいっか。 まあこんな感じで2分の34分の9に頂点がありましてでもともとここが、えー、ないので原点を通りますとこういう感じかな。でこいつと y=x なのでまあ x はね普通に傾き1のこういう直線なのでまあこういう感じ、えー、っと書いておくとこれが y=x でこいつが y イイコールマナスス x 3x 乗プラス x とでこれで囲まれた部分なので、まあ、ここですねここ黒で塗っちゃったこいつを x 軸周りここね周りでくるくる回した時の立体の体積求めましょうとでまあこれはもちろんやり方が決まっているのでその公式というかそれを使えばすぐ解くことができますで一応そっち先に説明しておくとあ紹介しておくとこのね、まあ、軸 x 軸で回すじゃないですか。ここでこうくるくる回すんですけど、そっから離れた方の関数、今こっちだね。だからまあこれで上の関数だね。上の関数から、上の関数の2乗から下の関数の2乗引いてねっていう形です。まあ体積の求め方はずっとやっているので、つまり、v イコール、忘れずにパズ、あ、π を書いて、で今ここ、0から ここでこれちょっとまあ分かってないのでこいつまず求めちゃいましょう。でこれは y=x ール、X、とこいつの交点だから連立解いてもらってまあ第二法使っちゃえば x2 乗でまとめるとプラス +2x=0 イコール0か。でこれ解くと x=0 イコール0と2ですね。となるのでここ2です。ってことは積分区間も0から2回すのが0から2なんでね。で上の今離れてる方だからこいつね。 こいつのの乗 x 2乗乗 -x2 3x プラス x の2乗ですちょっと、K、あの大きくなりますけどね4乗出てきちゃうんだけど、えー、こいつの dx から π 忘れちゃった同じく、えー、0にいく間でこいつ今下にあるのこっちだからね、えー、x の2乗の dx ってあとこれを解いて終了です。 解き方としてはねで今積分区間も一緒だし π も一緒なので当然まとめちゃって大丈夫ですだから π で、えー、02でちょ展開しましょうかこれが x4 乗えー、っとかっこいらんかったかマイナス 6x3 乗でプラス 9x2 乗かでこっちにマイナス x2 乗がいるからくっつけて 8x2 乗。 あとはこれをで、まあ、先ちょっと解いちゃいますから解いてからなんでこうやるのかっていうのを簡単に説明して一番終わりたいと思うんですけどこいつはまあ自力でいこうえ5分の 1x5 乗えマイナスおいおい2分の 3x4 乗2プラス3分の8おいおい x3 乗かまあまだ0があるからねその分優しいかも。 片方だけで済むからちょっともう一行いけそうなんでいきましょうか。えー、パイであと2を入れます。5分の32ここは2で1個切れるから、えー、と8マイナス24か。24プラス、えー、3分の葉 <laughs>、えー、っぱ 64? え先やっとけばよかったけどまあやったからそれまあ一回やろうちゃんとな。 15に通分すると 3×9624×15360 かマイナス 360,、えっと、360えここに5をかけると3 2 0となるのでえと56か上が。ってことは15分の56は約分できないよね。ってことで15分の5 6いと。 これで終了となりますいいかなでなんでこんなふうにシャッシャッシャッやれるかっていうと結局ですね今その1行目ちょっと見てほしいんですがこの部分あるじゃないですか先にこっちの関数の二乗しましたよねこれ何の体積求めてるかっていうと上のここちょっと赤で塗りますよここですこいつ回してるんだよね こっちの方はあれ今までやった勉強で同じ使ってるのか特に変わってないでそっからこっち何やってるかっていうとここの関数で使ってるからこの青の部分の回転体の体積なんですよで今結局この上に残ってる元と黒だった方ねの回転体求めたいので全体の回転体から中の円錐の回転体は回転体で作った円錐ねをくり抜いてるんですよね それがのも、えっと、求めたかった外の部分の体積になるのでだからこういった形になりますやってることは。では結局はつなげちゃっていいじゃんって話になるからさ区間は変わらないからね交点で求めてるからいいでしょうかまあこんな感じで求めてみてくださいでまあねやたら左に詰めてるなって思うと思うんですけど2番がえぐいんですよこれ計算量がねじゃあいきましょうでまあやってることは同じですでちょっと平方関数先しちゃいましょうここ。 x-1 の2乗1かだから、えっと、頂点は1のマイナス1になります。で、えー、下にとつか。1>, 1のマイナス1で下にとつ。この辺かなこの辺取っておきましょう。1とマイナス1で、まあ、また原点通りますねもともとがないので。よいしょ。まあ、こんな感じ。 で y イコール、えー、マイナス X プラス2はせっぺん2でここも通りますねだから、えー、こういう直線こうなりますちょっと曲がっちゃったけどでまあ囲まれてるのここですよねちょっと悪薄く塗らせてもらいますここを回しましょうって言ってるでこの2番に関しては1番よりは圧倒的にめんどくさいしむずか難しいとかめんどくさいですで何がめんどくさいかっていうと これ、埋まっちゃったんだよね。X 軸で今回したいんですよ。こうやってくるくる。回した時に、X 軸から上だけとか、下だけだったらよかったんだけど、その、両入っちゃってるんで、回した時に被る部分ができるんですよね。で、こういう時は、X 軸の上だけか、下だけにまとめます。まとめちゃうの。どういうことかっていうと、今まあ、ちょっと上に持ってきますね。つまり、下に埋まってるこの部分、これを上に意図的に持ってきます。こうやって。 こうやるんですだからちょっと消しちゃいますねあえてでこのここかこの部分を回した時の回転体って考えるんですだってまあ下にさ出っ張った部分も上にひっくり返した部分も回したら同じですよね回転体としてはだから上に持ってっちゃって考える一緒にまとめてね で、何がめんどくさいかっていうとこうすることによってさっき積分区間は0から2で固定1個でできたんですけど分けなきゃいけなくなるんですよ分けなきゃいけないでどう分けるかっていうとまずここで分けますここあこうで出さなきゃねこれ連立するとですねえっ、ー、と x2 乗をうーんとマイナス x マイナス2イコール0なんでえっとマイナス1と2かになりますマイナス1と2ね合ってるねえー、と合ってる合ってる ってことはこことはマイナス1ですまず1個目はマイナスから0で切りますここつまり、えー、ここの部分ですねちょっと塗っていきましょうかここですこれを回しますで分ける理由は後ほど言うまず書いていきましょうここマイナス1から0に関してつまり体積はですね忘れず π を書いてマイナス1から0の区間この区間で考えましょうとでこの区間に関しては 上の関数がこいつです。あ、こっちね。マイナス X プラス2。で、下の関数は、このカーブになってるから、もっとこいつね。だから、こいつの2乗から、こいつの2乗を引いてあげます。これはちょっと外でやろうか。あいつの2乗が、まずあっちね。えー、4X プラス4。引くことの、こいつの2乗です。X の4乗、マイナス 4X3 乗、プラス 4X2 乗と。で、まとめると、 でマイナス 4x とここがくっつけられるのでマイナス 3x2 で合ってるかな使い終わったあとはマイナス 4x プラス4閉じて dx とあでもこれだけでもさちょっとお腹いっぱいだよねこの最初だけでもでもこれ今やったのここだけですまだここだけ。 いいで次よ次次は今さここでくるって回ってきた時にここに交点が1個できてますここと同じ1からひっくり返して1の部分ねここがちょうど交点なんだけどこの0から1の区間ですここです次ここを回していきます で、なんで分けるかっていうと、まあ、ずっとね今やってきた勉強のように上に何の関数がありますか下に何の関数がありますかって考えていくわけでさっきやった1から0に関しては上はこの直線下はこの曲線まあ、放物線ねで計算しなきゃいけなかったでも今塗った赤の部分は上は確かに変わってないんだよ直線変わってないんだけど下が曲線じゃなくて X 軸になってるだから変わってるんだよね その計算で使う関数自体がだから次に関しては足す +π で区間は0から1ね0から1のこの直線の2乗だけでいい軸はだ0だからさ結局2乗しても0でしょあの動画の一でやったやつです基本編でやったやつだからあいつの2乗なんでまあこれ展開して普通にやってもいいんだけどこれ中が一次式だからまあこの2乗ねこれで普通に積分できるちょっとこのまま置いておきましょう でこうなるで、ラストラストがひっくり返したここねここでここは上がひっくり返したこの放物線下が、X、軸ですよねだからこいつこのひっくり返したこいつの関数が必要なんですけどえー、X 軸に通って対象つまりこうひっくり返した関数ってもともとの関数を右辺 にマイナスつければいいんですよねあのー、これか確か確確勉強ししたの一応確認しておきますこれを x 軸に対称にしたんですよ。x 軸対称した時の求め方は x 軸の対称は y がマイナス y に変わるんですよね。y 軸対称だったら x のとこにマイナス x を代入すればいい。だからマイナス y に変わったから結局マイナス計算するためにこうなりますよね。 だからこいつの関数はマイナス x2 乗プラス 2x です今このひっくり返したところだからそいつを2乗したいので、えー、プラス π インテグラルえー、とここは1から2だね1から2のあいつの2乗だから x の4乗マイナス 4x3 乗プラス 4x2 乗で dx か。 はい、この3つ、全部3つに分けましたけど、これを全部回転体作って足せば体積になるのは間違いないから、あとはあれを計算していってね、で終了。まあ終了っていうか、ここら長いんだけど。いいかなちょっとこっち飛りましょうか。いきます。<laughs> ああ、やだやだ。<laughs> いきましょうか。まずこいつですね。これはもう自力でやるしかない。 マイナス5分の x の 1x 乗でもこれねこっちと違ってねいいんですよ4分の1出たら係数ちゃんと約分できるんで良心的これもそうだねマイナス x 3乗でマイナス2 x 2乗プラス 4x のえっとマイナス1から0せっかくだから色分けしてこっかプラスでこれはですねあさっきね中が一次式になってるのでまあ一塊 この括弧の中身を塊と見て考えればい例えば x ってやると x の2乗ですよねだからそうすると3分の 1lgx の3乗ってできますとただまあ置き換えで置き換えちゃってるんでこいつを微分したものつまり −x 微分するとス1が出てくるからそれを余分につけてねで OK、まあ、別に今展開してやってもいいんだけどどっちも同じになるからさ。でこうなります。 いえっ,っと,詰めるか、えー、っとまとめてつければいいやと思ったけど忘れるから書いとこうはいな。でこいつですでこれは5分の 1x5 乗とでもここもそうだね x の4乗にプラスあれここだけ3分の4が出てくるのかよお前さん。なんてこったい。 1>, で1から2個入ってるからあ入ってるねさあ頑張ろう <laughs> はい0入れてもいいのであ意味がないのでこの場合はねでマイナス1入れていきましょうでまあ引くことなのでね引くマイナス1入れると <laughs> あのここ当あの必要なかったら早送りしてねみんな <laughs> ちょっと普通にやってくからさ5分の1プラス1プラス 1, ラス1マイナス2マイナス4の π かこうね で、次、足す、ここは1入れるとえー、っとマイナス3分の1だね0入れると8になるからプラス3分の 8π か,だかこれちょっといいや3分の 7π にしちゃおう書き直してもまあ問題ないそんなねこいつは3分の 7π あーこれ計算してさっきと一致しなかったら泣いちゃうぜマジでで、ここなんだよねめんどくさいのはね いきましょうか、まず2入れます、えー、5分の32マイナス16プラス3分おっと3分のえっ、ー、と32かあ合ってる違あってるねで引くことの5分の1引くことの元もともと違うマイナス1だからプラスになかるのかで引くことの3分の4の π となりますはいはい でえっとまずですねこれどうしよっかなここさ多分いい感じになるんだよこれ確かでえっとここが5分の1が残ってるこれあえてちょっと残すわマイナス5分のこれさちょっとぜん π でくくってるってちょっと思ってめんどくさいから書くのでここが2で消えるから、えっと、プラス4が残るプラス4でしょであいつはプラス3分の7が残っているあ色 多分火炎をせっかくこまで来たからね残した方が多分分かりやすいな早くしたことが三分の七であそこ5分の31プラス5分の31あえてまとめずいきますここ31でここがマイナス15ここが3分の28が残りますとでこれ結構使うんですけど自分はなんでかっていうとこれね残しておくとこっち3分のがいるじゃんであ三3分のあれか5分のは消えるんだよね 括弧の中がここで5分の30になることによってここえ5分の30だから6か6になってくれるんだよねで6になって10になって10でこうなるからマイナス5が残るつまり今中身マイナス5と3分のちょっと消えてくんないんだけど3分の35までここまで楽になるんだよねこうやってなぜ黒で書いている私ははいであいつがマイナス3分の15だから結局 3分のとこれで終了ととなりますすよ <laughs> 合ってるあ、オッケーオッケー危ね <laughs> はい、という感じで,すで個人的な意見なんですけどあのまあこれ3本目取ってるじゃないですかで多分ね前回の断面積とかの勉強よりはこっちの方がねしっくりくる方多いと思うんですよね。なんでかっていうと面積で同じことやってるから。あってここの面積最初の黒ね。 求めようと思っったらら上の関数から下の関関数数か下引くってやるじゃんそれを積分にかけるじゃないですか。でまあ2乗したりはしますけどやってる流れは一緒なので、まあ、ぜひこういうふうにやってみてください。で2番みたいにあの上と下に分かれたり、まあ、右と左に分かれるのもあるけどひっくり返す必要が出てきます。その時はこうやって積分区間を分けてやる必要があって、まあ、ケアレ、えっと、スミスというか計算ミスが多発自体がね出てきますけどそれを乗り越えられれば。 きっちりね、答え出すことができますので、ぜひこんな感じでやってみてください。では、えー、今回はね、数三の積分と体積丸3、放物線と直線編やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。